スクエアエニックスチャンネルはいどうも、えー、ゲーム大好きなダメな大人安本裕樹ですいやねこの番組スクエアエニックスチャンネルと言います言います言いますが前回カプコンの土屋ズラスこと土屋プロデューサーが来てくださいまして まあね、僕たちが大好きだった時代、まあ、今でも、ね、行きますけれども当時はやっぱ今以上に行っていたゲームセンターの話をしてみたりゲームセンターの古いゲームの話をしてみたりそこから、ね、あの得たものなりがもろもろ固まって仕上がったと言いますかねそこの時に楽しかったゲームへの熱意などが固まってできたアスラズラースのお話などで盛り上がりましたが今回もまたカプコンさんが <laughs> 全面的に手伝ってくださると <laughs>。 いうことで,でもねこれをもっとこの流れいっぱいね、いろんなところでやりたいんですよだって一社だけがグイグイい,ぐいってだって絶対ゲーム業界盛り上がんないじゃないですかいろんな会社がゲーム業界として盛り上がっていく方が、うん、いいと思うんで我々もね「スクエニックスチャンネル」と言っていますが他社さんにの殴り込むこともありますし協力することもありますし逆もしっかりでこれからもやっていきたいなと思う番組でございますてなわけで今回もあとが絶対にハイカロリーになるんで頭は巻き目でいきます スク u a ニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組「スク u a ニックスチャンネル」略して「スクエニちゃん」先週カプコンの土屋プロデューサーが登場してくれましたありがとうございますでもっとあさらざらアさララの話をしましたでなんと今回も業界の垣根を超えたスクエニちゃんはカープコンとコラボしますモンスターハンタートライ G の辻元良三プロデューサーこちらがゲストに来てくださいますであれです先日僕もですねあのあの一体以上来てくださいみたいな流れで。 <laughs> 出たんですがモンハンラジオモンスターハンターラジオでございますねこちらの方モンハンラジオモンハン部放送局のパーソナリティを務める日笠陽子安藤北村エリーも登場してくれますこれはここはここでまた違ったカロリーの高さを感じますね二人ともなかなかのあのなかなかの弾をお持ちの方々ですから <laughs> でもまあ楽しいやつらですからね楽しくなるでしょうはいでもってストリートファイタークロス鉄拳の小野義則プロデューサーも来てくれますもうねえ どうなっちゃってんだこの番組はここまでいったらあの何ですかターハイですよほんとにねあのちょっと1個大上に積も,り積もっちゃったんじゃないかもしくは散らせばよかったのにと思うぐらいあのどうですか協力してくださいませんかあいいっすよみたいな感じでここまでいっぱい協力してくれるとは思いませんでしたがカプコンさんの力添えのもと今回もこんな感じで何色かわからないラジオをぶつけていきたいと思いますはい、今回の「スカイネク x チャンネル」も業界増税も内容森崎さん最後までお付き合いよろしくお願いします この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしますスクエアエニックスチャンネルはい、安本ひろきがお届けしているスクエニちゃん今回の日替わりアシスタントは はい、アシスタントちゃんの有川千里です。よろしくお願いします。ますさあ、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 体調万全の有川さん。はい、元気になったんで、もうパリパリいきます。元気になって、あのね、あなたまだ、いおいくつでしたっけ、今。二十一歳でございます。そうか21いや、二十一歳のあなたは、今週も僕たちは。 はい、台本、これ僕じゃないです台本です台本、台本台本,台本は21位のあなたをまた置いてけぼりにする可能性がありますまたまさかのあの特集ですかそうですね、最近これだいぶ味しめたみたいですね <laughs> 俺これ気づいたんですけど多分ね、作家とスタッフがこの企画好きだね <laughs> なんかずっとスタッフルームの方でニヤニヤしてると思ってましたそうだいたいね、なんか一回楽しかったらずっと続けちゃう、これ悪いね <laughs> あ<ー>カレーが美味しいと毎日カレー食っちゃうみたいなね,ね飽きちゃいますからね,かねいつかどこかでこの流れ止めなきゃだめですねでも今回はやります <laughs>、はい、というわけでいきます 2012年レゲエの旅 <music> さあ冒頭でも言いましたが本日のゲストカプコンの辻元プロデューサーよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします辻元さんとい、はい、モンスターハンターでございますがはいはいありがとうございます 3DS の売り上げにもだいぶ貢献した素敵なソフトです、はい、あ,ありがとうございます <laughs> おかげさまでね <laughs> あのー、たのあ、ね、3DS のすれ違いってちょっと個性があるじゃないですかあのすれ違い広場とかもあってはい、はい、あそこでみんながやってるソフトっていうのが見れるんですけど、はい、大体がなんか「トライジーって書いてありますねああそうですか「トライジーマリオ」「シアトリズム」みたいなあと「バイオハザード」みたいなへえ今日僕もあのちょっと移動の時電車でハンターサーチしたらあの、はい、あのー 引っかかった人がいて、はい、結構電波が届くみたいで、うん、まあ別の車両とかにいてもやっぱ届くみたいなんですけどね僕もその人見つけれなかったんですけどまあどっかでやってたみたいですね<ー>いやねこうやってみんながつながるいいゲームでございますよ。っあなるですでもそれってあの結果的になったのか初めからそこ狙って作ったんですか もともと、ねまあね、オンラインゲームで作られているのでいろいろその中で、まあ、オンライン上で話題になるようなことであったりとか、まあ、見つけた人が、えー、と広げてい,いくような要素っていうのが結構入ってるんで、うん、まあそれがまあ結果的に、えー、と携帯機になってもコミュニケーションという要素として落ちてきてきるるんだと思いますけどねなるほどねなほやっぱり PSP であのセカンドかな、はいはい、フォータブルセカンドが出たときに 僕はそこから入ったんですよそオンラインゲームにあれがあったちょっと抵抗あったんですね。お金がすごいかかるんじゃないかとかはい、はい、あの喋れないじゃないですか今でこそスカイプだとかいろいろあるけど一番、ね、最初出た頃ってそれが自分の中でない文化だった僕ゲームセンターばかだったんでうーんなおうちゲームっていうかあのコンシューマーゲーム機はあるけどパソコンゲームを全然やらなかった人間なんでなるほどでもそれが PSP になった時に。 先輩に誘われて先輩の先生さんに誘われてやっ,たとやったんですけどそっからまあ ななんかなんていうんかかうですかね自分よりすごい人がいたらああなりたいって思うし自分よりあのランクが低い人がいたらちょっとやってやるちょっといいとこ見せてやるよみたいな <laughs> どもろもろいい気持ちになれるっていうすてなゲームだなと思うんですけどはい、はい、そんな辻元さん,ん現状こういうゲームを作ってらっしゃいますが、はい、一番最初にやったゲームって何なんですかはい、はい、これね僕ねねね僕あんまり、ね、実は覚えてないんでですすけど 当時で言うと、僕、まあ、小学校低学年ぐらいですかね。はい、で言うと、その、まあ、僕らの時代って、駄菓子屋さんとかに、あの、まあ、小さいゲーム機を置いてたりとかして。そこでゲームとか、まあ、あの、十円とか20円とかで,できたんですけど。はい、その時で言うと、多分、ドンキーコングとか。やってた。記憶はあるんですね。じゃ、あ一番最初に、どっぱまりしたゲームってなんですか。 はまったのはですねちょっとこれね自社のゲームで申し訳ないですけどやっぱスツーがね、はい、やっぱりそこいきますよねあ,<ー>あれははまりますね現状僕35なんですけど今年で、はい、30代から40代ぐらいの人ってだいたいそこやっぱいってます、ね、通ってきてますねあのやっぱりその対戦っていう人と駆け引きをねするっていうところのあのー、感覚って言いますかね っていうのがあのストツで結構、あの出てきたので。だいぶゲームセンター時代の敷居が下がった気がしますね。うそうですね。 当時本当にねあの50円玉とか100円玉ね積んでやってましたもんねでレンコイン禁止とか書いてあっそう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 ねこんな早く100円なくなるんだとか思いましたねいやお小遣いが軒並みくなれましたからねほん過去にいくら次やつがわかんないですよだストーツもそうだし僕そのあとやっぱ格ゲーがブームになったじゃないですかね他社から画廊であったり侍スピリッツあたりワールドヒーローズであったりとかまあちょっと一風変わった色味のところであのファイターズヒストリーがあってたいなははい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  あでそこら辺でやっぱ格ゲー全般がやっぱもともと先週も土屋さんとお話ししたんですけど、うん、あの根本が「ストリートファイター」のコマンドじゃないですかあれ、うんまあ、特許も何もないから <laughs> みんな使うんだと思いますがうん、うん、あれさえあればみんながどのゲームでもある程度楽しめるっていうのがあってその一個一個のゲームに個性があったから、うん、すごいゲームセンターに帰っていろんなゲームをやるのが楽しかったなっていう。そうなんでですすああのの時は本当に、ね、楽しかったですねあの うちのはモンハンチームの結構ねコアメンバーって、はい、アーケード開発出身が多くてですねああですディレクターも藤岡と一ノ瀬って言うんですけどはい、はい、これ二人ともアーケードの開発出身で,ああです僕もそうでして、えー、何作ってらっしゃるんですかえっとね当時でいうと藤岡はですねあれはジョジョとか作ってたんじゃないですかジョジョは名作っすよ ゲームセンターのジョジョも良かったんですけどプレステ版に移植されたジョジョもすごく良かったですねあれはねちちゃくちゃくりましたねあれよくできてますよねで僕はですね僕はですね「機械王」っていうロボットの対戦格闘ちょっとあんまり売れなかったんですけどがあったりとかですね一ノ瀬はねあいつは何やってたかな SNKVS かなかなんかやってたんですよあじゃあ結構最近になるんですねやっぱ <laughs> はい で、まあ、なんで結構ねモンハンってそういうその対戦格闘のアクションの、えー、と考え方であったりとか、うん、ノウハウっていうのがね実は結構入ってるんですよ。なるほどなああでもまあ基本は怠慢、うん、もあるけど協力。 強力かそうかでもカフコンさんの方でよく店長を食らうとかもそうだし、うん、何人かで対敵っていうのありますもんねそうですね土台土台は確かにアーケードにあるっちゃありますねあのモンスターのねあの動きとかアンナは結構あの格闘ゲームのノウハウから来てたりしますけどね コンサントロボットったら俺やっぱサイバーボッツが出てくるあですよボッツ良かったですね。超面白かったですね。もうチン粉カン粉でしょ。なんかアイズチュー打つことしか今できてないと思うんです本当詳しくあのバーチャルコンソールの方で。そうです。モロモロあると思います。あけどコンソールもありますからね。アーケードコンソール。はい。でもねやってみる絶対面白いよ。本当ですか。懐かしいですけどやっぱりゲームとしての原点がやっぱりいろいろ昔のゲームが入っているので。 あのゲームの駆け引きの原点があったりとかさっき言ったアクションゲームも言いましたけどアクションゲームの考え方の原点が入ってたりとかあるんで、うん、あのー、ね特にそのゲーム業界目指す人とかはね、うん、一回やってみて。 そっからね入ってみたりとかするのもちょっとね一つの手かなと思ったりしますけどロープレの土台がそれこそ多分「ドラゴンクエスト」で大きくできたじゃないんで、はい、アクションゲームで 2D 格闘っていうのは、はい、の間違いなく「ストリートファイター1」で土台ができてる、ね、です、ね、コマンドっていうのと、うん、あれまあでっかいボタン油圧式のボタンっていうのがあって肘とかでガンガンやりながらこうやりながら歯動け出すの普通に押したって強パンチが出ない。ババンバンってあるんですけど 一戦終わったらもう当時は波動拳とかで一応必殺技って書いてるけど一発じゃ全然死なねえん当時の波動拳めっちゃ威力あるめちゃめちゃありますよあとほんとにサガットが昇竜拳一発で本当昇天するっていう必殺技が本当に必殺技なの基本あれ出せるやつが勝てるでしたからね それぐらい入力がちょっとねシビアだったそうですよねですでストになった時ベラボうにそれが楽になってボタンが6つになってねそうなんです一気にゲーが進化してでねそれこそ横スクロールアクションだったりちょっと広めに斜めに奥行きあるアクションいっぱいあるけどそういう似たようなゲーム今それの土台は多分ねファイナルファイトなんだよファイナルファイトあ違うなもっとダブルドラゴンかな ファイナルファイトのキャラもねいまだに格言に出てきてくれるから嬉しいですけどね。でまあ羽川先生はねマッスルボーマーにも出たりしたんですけどそうですねよくご存知ですね。でもほもうどうしようもないぐらいゲーム好きなんでねしかもその世代僕やっぱ中学校に「ストリートファイター」っともうずっとゲームが面白くなってくのを踏まえてる30代なんですよ。ああ全体だから一番楽しい多分一番得した世代じゃないかなと思うんですけどパソコンだって8898になって Windows になってとかもあったしゲームもファミコン2ファミから全部やってちょうどやれてる時代だったんで。 携帯ゲーム機もねちょうどゲームボーイが出たのも俺が中学校ぐらいだったかなはそれぐらいかもしんないですね。ゲームボーイで、まあ、魔界投資佐賀があれがちょうどスキー合宿に行く時に、うん、前日から当日からに出て朝みんなで並んで買ったんですけどでスキー合宿に行っていく時にやっぱうまいやつとかコツをつかむのがうまいやつっていうからサクサク進んで、はい、攻略本とか乗る前に神様チェーンソー一発で死んだぞーっ,つって。<laughs> <laughs> 武装の言葉言かてますけど、マカイトウタカラスボスが神様ってやつなんですよ。<laughs> で、めっちゃ強いハドルがジャイアンスでブーンさ死んじゃうっていう。あのあ<ー>当時はね、あのネットで攻略を見たりとかっていうのがもう基本まずできない,んでない。ないそうなんです,か雑,誌です雑誌待ちです。本当に。<ー>それを雑誌に載る前に見つけたやつがいてももうめっちゃヒーローですよ。たまに嘘つくやつもいるんですけどね。<あー> <laughs> そ嘘でこうバラ,バラバラ悪いやつもいる。できもしないこと。できにやろみたいなね。<laughs> <laughs> いや、懐かしいですね。いい時代でしたね。で<も>あの時もま、でもその携帯ゲーム機で、あれもゲームボーイ。 初期ってケーブルつないで対戦でしたよねあ確かそうですはいそれが知らない間に無線になり4人とできるようになりそうですねえらいこっちですよねね進化していきますねやっぱりねそれを全部僕らはできてるんですよああそうですねコンシューマゲームのねの本当に進化っていうところは全部体験できてますね楽しいなって思う時代を生きてるんだけどねあなた方もね今どんどん発展してるゲームできるからいいんだけど僕多分六60過ぎでもゲームやるからね絶対ある絶対ある今うちの家 X ボックスも当然2台あるし、2台あるんですかね。はい、<ー>家庭内ランで,でつないであの8人体制で。<laughs> コントローラーは当然のことがやつありますし、<laughs> なるほど。あと諸々のコントローラーは全部やつずつあるし、いざとなった時のため PSP とかもだいたい三台四台ずつあります。あ、そうなんですか。リーダもねのために三台あります。え、貸し出すためにってことですか。あのなんかもうなんか死に来た時にやったことないってやつとかがいたらあのじゃあ使ってみっつって。素晴らしいですね。最近ダウンロードでソフトも買えますからね。ね素晴らしいですね。すごいお家ですね。本当にゲームバカなんです。バカなんです。すごいですね。本当にすごい。で <laughs>、うん、カフコンさんはやっぱりね僕ら三十五ぐらいのやつだってのは、はい、一番踏んでるん多分。 なんでかさゲームセンターにとにかく面白いものをバシ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 出してるんてたからそうですね、うん、そっかゲームセンターかうん、うちはね結構ねゲームセンターっていうかマーケードが結構ねやっぱり出してて一番楽しい時代でしたもんねゲーセンが。 そうですね今ね今でこそまたカードゲームとかまたジャンル変わったけど当時は本当にもう何も知識も何もなしに行ってプッと遊んだらやべえ面白いってのがいっぱいあったしかも今ほど選択肢もないからもうみんな一個ずつをやり込む形なのでそれがまた今そうだゲームセンターが面白いって安本さんが言ってたから行って学んでこようって思って今でも全然楽しいよスポラってきってるんですよよくカプコンさんロケでやってるよロケでっていうのもあるんですよねアーケードゲームはね ね、モン,ハンのモスターハンターサードトライ G ですけれどもね、辻元、はい、さんといえば、まあ、この番組、スクエアニックスの番組なんです。はい、スクエアニックスのゲームで好きなものとか印象に残ってるものってあります僕はもう、なんといっても,もうドラクエですね。ああ、ロープレなんですか、うん。ドラクエはですね、やっぱりもう、ロープレがやっぱ好きですね。ドラクエはやっぱりもうね、僕たちの中でもやっぱり伝説級の,やっぱそあのタイトルなので、でねあのー、この前もナイン出たですかだいぶやりましたね。あ あまあ僕もう気持ち悪いぐらいやりましたねあれほんと周りに惹かれるぐらいやってましたねあれはねほんとにねすごい、ね、どうしてお前こんなに転生をしてるのって言われてう <laughs> <laughs> んいろんなことがやりたいからだよっていうダーマ神殿の常連さんですねまた来た来 <laughs> <laughs> そうですね「ドラクエ」はやっぱりあので、ー、すかねやっててあの悪い気分には一切ならないゲームなんですよねうん、うん だかから子供にもってことなでなんんでですね自分でこう帰ってくるものがあるといいますかこのストーリーもそうですし進行もそうですしんなんで、まあ、本当になんですかねほのぼのできながら熱中できるゲームっていうんですかねので「まあ、ドラクエ」は本当に大好きですね。モンハンもまあ一個の目標に対してみんなでやるってそころでロープレー要素も若干あるじゃないですかでも面白いなと思うのがあれレベルじゃなくてランクだったりとか、ね、素材っていう、うん、ファクターであったりとかだけど。 コンテそういうのってのはどこから思いついたんですか。まあそもそもはですね、やっぱりそのネットワークゲームというところ、協力アクションゲームのネットワークってついたときに、ついたとに、あの誰でも気軽に入れるようにまずしたいっていうコンセプトがあったんですね。で、そうしたときにパッと入ったときにいきなりレベルが高い人ばっかりのところに入っていって、 レレベルののの高いいとこころの人はそこででかプレイできませんよっていうものでだったら入りにくいじゃないですかんなんでもっと気軽に入れるようにであったりとかまあ簡単に言えばあのモンハンって3人か、まあ、2人か3人経験者いたら、うん、もう1人はもうあの初心者でいいですよっていうゲームなんですよ。なんでもう採取しといてくれてもいいしあの何やってくれて,てもいいですよっていう、まあ、そういうちょっとラフな感じの、まあ、ゲームっていうのを。 そこで僕は最初にまさにそうだったんですけど一番最初にやったのがあの声優さんの沖合さんという方と才、うんはい、川充希さんに連れてってもらったんですけどはい、はい、その時に「安本君はこれを持っていって」っつって最初はあの不支柱とかをもらって「僕はこれ何したいんですかんみんなが危ないと思ったら飲んで」って言われて <laughs> 一番最初に覚えたら「粉塵を飲むらしい <laughs> <laughs> これがパーティープレーか」って <laughs> 俺でも役に立ってるって <laughs>。 なんかそういうい感覚です逆、ね、に立っ,たっていう戦ってる先輩がいて俺はひたすら採取しながら <laughs> 危ないよっつった飲みに行って <laughs> <laughs> ふんじょくんと飲む仕事をしてたんですけどその時に悔しい俺は上手くなりたいと思ったりもしたし<ー>逆の立場でもなりたいと思ったし、うん、でも参加してることにはね、うん、あの変わりないっていうのがあれなんですよねあの基本誰が活躍したか全く関係ないゲームなので、うん、誰が活躍しようと。 最後はフラットに報酬の状況は一緒みたいなのがねあのバランスはねあと本当にね物欲センサーないはずなのに本当ありますよねあのそうですねないですよねないのにあるんですよねいやー手にちょっとね汗をあんまりかいてる時はやばいかもしれないです、ね、マジですか日本のないゲーム機ってそこまで来てるんですか今感知されてるかもしれないです <laughs> マイクで拾ってんのかなとかよく言ってますけどねいやー拾ってるかもわかんないですね <laughs> あとこの心臓の,このドキドキの音とか気をつけてもらってすから辻元さんの発言半分半分以上オフィシャルですからマですか <laughs> ーでそんなご機嫌脱上さんが作ってくださったゲームといえば『モンスターハンターとライジー』ですけれども、はい、というわけでここでさらにゲストが来てくれますススクエクエエアリチャンネルはいえー、またあの狭いスタジオがですね蒸し暑い感じになっておりますが、えー、先ほども言いましたがゲストがうん来てしまいました。<laughs> ええね、私も先日<ー>おしゃべるなよ、来る前にしゃべるなよ。<ー>私も正直お邪魔しましたが、<laughs> モ,ンモンハンラジオモンハン部放送局のパーソナリティを務めるうん台本通り読むか、ひかさようこちゃん、北村えりちゃんです。ひかさようこちゃんです。ひかさようこちゃん。何？そういうのよくないと思うぞ。<laughs> 北村えりちゃんです。

<laughs> まあ、終わった,た,た、終わった、終わった、茶番終わった。<laughs> こんな感じ,でいう感じのラジオです。ううね、えっ、ー、とね、うん、辻元さん、なんでこいつなりしたんですか、バースラティを。<laughs> まあ、こういう感じのラジオですもんね。ザック、バラ、通り越して、散らかってますよ。よ <laughs> 辻元さん、一つ言いたいのは、期待、はい、が来てから、こうなりましたから。<laughs> 確かにそうでしょう。そうですよ。鈴木さん、あの私が真面目にやってた頃を知っているはず。お前が真面目にやっていただと。確かにだと。りが来てこうなりました。なるほどね。まあ私もね、ね、モンハラショで遊びに行きましたけれども。はい。モンハラショやってっていうかモンハン自体はどうなんですか。あなたたち好きなのかいちゃんと。もちろん。え。 なんで今今さ、会長の返しのレスポンスちょっとダメだぞ今の。トトンって来てトトンって。いや、私ペッコ装備ですから。おお。じゃあ攻撃カがついて、はい。はい。いじゃないですか。もう絶賛う増えですから私もずっと増え貫いてますから。増え付き名人ですもんね。名人ですよ。安本さんともね一度仮に、はい何回か行くといただいた。私も安本さんとやったです。なんでなんで。ちょっとね切れどころわか。

緊張しちゃってダメなんでいいですかいいんですかどうぞ、存分に揉んでください全然違う早い自分と比べないでください、ヒカスさんあの、当番組アダルトコンテンツはないので、あのーあれどれ控えていただいていいですかねあのそうだ、これスクエニちゃんだよそうですスクエニックスさんが今ね、でもスクエニックスの偉い人、スってみたいでゲラゲラ笑ってやがってあの人、偉いですけど、も彼にこそ僕、アックスボンバーをいただきますもん まあね、モンハン。でもまあ、人とやるのがやっぱ楽しいから、ラジオもね、一、うん、人じゃない方がそれ楽しいでしょうよ。そこでだって一緒にやったりするんでしょお,、まあ、ち,ょおちょっと、今、そんなこともね、いけもしれねえきるなーみたいな、ちゃ僕、すごくいいことに結びつくはずの話題を提供したんだけど。<laughs> ねそうなんですよね。いや、でもいつも北襟がうまくまとめてくれてるんで、やりもなんで今ポイント稼ぎ仕事してんだよ。北襟がうまくまとめる、だと <laughs> <laughs> どうですかスープ黒先あの、どっちの方がちゃんとやってますかち はい、あとうごいます。あの、違う番組の結果を、この番組に持ち込まないでくれる?。確かに。もハはラジオで話せって話ですよね。でもどっちがちゃんとしてますか?。まあね、まあ、ぶっちゃけ、もうどっちもどっちなんですけどね。ぶっちゃけで言うと、まあ、まあ、まあ、じゃあ、今日はこの辺にしといてやる。か同じポーズすんだ。あの、ジェットコースターみたいなラジオになってますからね。まあ、ね、今これ聞いた方は、多分ね、あの、分かったと思いますけど。 でもちゃんとしてるんですよ、そすよモンハンラジオ。じゃそういう嘘いらないよ。え？でもちゃんとしっかりね、そモンハンの楽しさを伝えられるように。お知らせもちゃんとしてるし、うん、モンハンやったり、メールも紹介したりしてますから、まあそのモンハンラジオっていうところから想像できること、ただ単に言っただけで、<laughs> 誰でもわかるよね、それで。<laughs> モハンラジオやってるおかげであの一足先にねいろんな情報だったりとかまあグッズの展開だったりとかもそうですけどまあモーハン使用させていただいたりとかいいよいいよもっといもっといなのでちょっと一応隠せ今のは言い切んなきゃいけないやつだから。 あの、私が正しく導いてラジオ聞きたい人は、ぜひぜひモンハンラジオね、モンハン部放送局。はい、北原の頑張れは、ま伝わると思います。伝えてます。どうした、おい、いとけ、いとけいとけ。モンハンとコラボしたポテトチップス食べました。俺も食べましたよ。そんなコンビニエンスストアで買いましたよ。美味しいな。ガリガリ君とコラボしたアイスも食べましたよ。美味しいですよ。本当美味しいんで。なんで今来てください。コラボもしてるよ。ってこと言いたかった。 だからさうん、あとね <laughs> 詳しくはね公式サイトを見ていただければねもろもろね。 すごいなお前はあれはね、私たちだけだとちょっと不安が多いのであの茂山さんと編集長の方に来ていただいたりとかですねとてもプロデューサーだっちょっと顔が曇ってますお前だと今いい説明しててカッコインしてててちゃんとモンハンにまつわる方々をゲストにお呼びさせていただいてお前一応ちゃんと情報もねはい、そうますねちゃんと呼んでって芸能人来てますから芸能人芸能人来て芸能人ゲッターズ皆さん来ました占いすげえから モハいい書てらあのねそんな心配しないで俺モンハンほほど好きだから大体知ってるのでコラボとかねで安本さん私たちよりモンハンモンハンじゃないハンターラング上ですからね今いくつだいちなみに足足 アンゲンさんは忙しいのに。アンゲンさん。アンゲンさん、いつやる暇が。<laughs> 俺ね、寝ないんだよね。いや寝ないんだよね。あんまりね。自分ちを開放して。集会所になってんだよね。な、なんかなったりもするね。うん、お前も来たことあるんじゃねえかよ、はい。<laughs> <laughs> だからうちのアシスタントがかわいそうなんだよねさっきからニコニコするしかないってなっちゃってるんでいや先輩方はすごいなって思ってニコニコほうんはい、そうそ、はい、う雄太も日田さんなんかもう四捨五にしたら切れる年ですからねほんと30になりますから四捨五にしたら <laughs> <laughs> そうなのけど。 かだったらしっかりしようそうですねいやこういうこういうチャランポランが作ってるラジオなんですモーハンラジオじゃんなに顔でうことじゃないこれせっかくゲストで来ていただいたんですけど何すんですかねマシンガーをばらまいて打ちまくってわあちこちに風を開けて君たちがこのままだと体質になるんだけどそれでいいのかい 気になっちゃうじゃないですかもうそんな確かに僕が一リスナーだとしたら気になるねそうですよねポッドキャストとかなんかポチリとしちゃうねでしでしょ計算してますから今全部全部この流れ計算してました私実は台本通りだったりするからね台本こんだけ分厚いお前ペライチしか分けないんじだって来たらこれで大丈夫ですってされたんだもんそのペライチとお前は目を落とすことなく進んでいるワイワイトークって書いてあるからねワイイトーク。本当だワイワイトークって書いてあるワイダンの方じゃない 黙るなよ <laughs> <laughs> はい、黙ったすんじゃ、すんじもとプレゼンさん急に僕ですかはい。まあで、ね、もスタートはねー大,事大事に大事にみんながね、遊んでるゲームですよでそのラジオこの二人がやってます、はい、ファンの方にちょっと一言なんか言ってもらっていいですか <laughs> まあですね、あのこのように楽しい雰囲気のラジオなはずですのであの皆さんぜひね <laughs> ラジオだけでいいんですか間 <laughs> 違うんですね、もうあの話ですよね <laughs> そうですよむしろラジオどうでもいいですよ <laughs> <laughs> えーとですね、モンハン、トライ G 発売しまして、はい、まだね、いっぱいあのプレイしていただいてて、あの本当にあの、ね、あのプレイしてくださってる方、本当にありがたく思ってます。ありがとうございます。あの今後もですね、いろいろイベント等あの開催して、モンハン ねあのー、もっともっと盛り上げていきますし夏にはなんとですねユニバーサル・スタジオがもう決定してます<う>また去年もやったんですけど今年もまたコラボイベントやりますんで、えー、とそちらの方もねあのよ,く、あのー、よかったら来てくださいで多分そうこう言ってる間に方の情報も出てくるのかなという感じだと思ってますい、えー、はいこういうこと言おう <laughs> パーソナリティさんは宣伝広告塔にもなるわけだから <laughs> こういうこと言ってこういやいや私たちの屍を踏んで筋もプロジェクトさがぶっ込んでいっていえ一回お前たちが屍になるそう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 ただの屍だですねすくりさんみたいねあーなるほど返事がないと返事がないとじゃあね本当その返事がありまくる二人なんですけれどもね一応すくえり的な話もしておきましょうひかささんは犬ぼくシークレットサービスに出てると

あ、そうだ、なんで忘れてたのそーちゃん、そーちゃんって言ってたやつだあの、ボソ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 キャラ取るもんの <laughs> そうだよ,うだよ喧嘩はよそだよ <laughs> <laughs> そうだよなんかいろいろ出てらっしゃるそうです我々かなりつけにさんにお世話になっておりますので今後ともよろしくお願いしますまたつけに絡みのがありましたら来てください遊びにぜひぜひこんなんでよければこんなんでいいみたいでなんか偉い人がすごいねえへらえへらしてるから大丈夫だったと思うちょっとなんかうちのねスタッフの方にも若干問題があることが分かったところで本日は辻本さん、ひかささん、北村さんありがとうございましたありがとうございました ヴェアエニックスチャンネルはい安本ひろがお届けしているスけリちゃん、えー、カプコンのねプロデューサーさんたちを迎えてレゲエトークいろいろしていますがレゲエといえば ビッグガンガンコミックスからハイスカーガールの第一感が発売になりやしたねよっお喋っちゃった今の声はどなたか分かるかなあと <laughs> で説明するぜ <laughs> もうフライングだけどねフライングも全然いいこのラジオ何でもあり <laughs> <laughs> まあこのまあ、この漫画もねちょっと当たらずとも遠からずに関係者が来てくれてますからねちょっと待ってください<お>まこのゲームいわゆるレゲエで冒頭の方まあ中でもそうなんですけど結構格ゲーストリートファイター2ですねそれを結構ガシガシいじくってくれてる漫画なわけですございますがはいこの「 アイスカーガール一巻の帯,、うん、帯にですねなんかこの眉毛がない金髪の髪の毛が逆立った軍人さん的なやつが。 乗ってるんですよ。これあの完全にもう行っちゃおう、ストリートファイター2のガイルですねこれね。はい。で、まあ僕今ストリートファイター4以降のガイルの声をやらせていただいてるんですが、まあその多分これオビつがりのね、オビキャスティングです。はい。ビクガンガコミックスのあのテレビ CM のハイスカーガールの部分は、そうですね、もうガイルのバーターとして <laughs> 僕が読んでますね。もう <laughs> <laughs> もうだうございぶ、がさん紹介してくれました。えー、っとですね。こちら、えー、っと今回のゲストは、はい、カッコンの o n プロデューサーさんです。はい。 はい、ガエル役の尾野剛です。違いますね、全然違いますね。<laughs> <laughs> さあ、このストリートファイターと大きく関係がある小野さんでございますけれども、はい、どうもご無沙汰しております、はい。今一応何のゲームを作ってらっしゃるかをざっくりした説明をじゃ <laughs>、はい、はい、今はですね、あのー、もう本当に格ゲーユーザーであれば、うん、もうこのドリームマッチはないっていう、うん、ストリートファイタークロス鉄拳というですね。なるほど。 全くスクエニさん関係ないタイトルでございますが <laughs> いろんな会社がグチャグチャ混ざっちゃってます <laughs> カプコンとバンナムさんとスクエアとエニックスとかもうなんかいろんないろんな社名が全部並びますもんいろんなところ並りますが <laughs> 全くあの FF、ー、出てきません <laughs> ただ <laughs> ここと僕と安野さんの間には関係があるって関係がありますね僕出させていただいておりますハイスコアガールも関係ありますそうか関係あります大丈夫ですよ失敗部門と関係があったって感じですねハイスコアガール第一巻ビッグガガコミックスから定価六百0円で好評発売中です安いのか高いのかちょっと安い安いていうかねこれ読んだ方がいいですよ僕あの三十代オーバーのやつらが読むとすげえおおってなりますなるほどなるほどっていうかあ一応僕も読みました読みましたよありがとうございますありがとうい だとこういうあのレバーがあのの上のレバーについてる玉が取れちゃってる流し屋さんとか本当にあったもん。もう入らないってねもうもうさんなっちゃっても。間一回なんかぐるぐる巻きさいガムテープを噛ませてとかそういうとこいっぱいありましたよね。完全ボンドとかがもうねちゃねちゃしちゃってもうはみ出ちゃってるっていう状態で。さあ今日も継続する有川さんがポカーンとする時間がやってまいりました。有川さんねちょっと刺激的な指のポーズしてるな。自分で思っちゃって。大丈夫言わなきゃだめじゃ だからわかんねえから。大丈夫,す大丈夫す。今私はただ紙を持ってましす。<laughs> そうだ、ありがそれが正しいぞ。はい、それが正しいぞ。わ <laughs> けでございますよ。親指と人差し指。大丈夫。俺ついてくるです。大丈夫す、大丈夫。さあ、そんなね、下ネタだらけの小野さんでございますが、実は偉い人で、まあ、プロデューサーという立ち位置なんですが。そんな小野さんがプロデュースしてるゲームは、えー ストトリーーファイタまあそれまあいわゆるストリートファイター,イターストリートファイター2の流れでいったのがまあいろいろコラボってやってきたじゃないですかやってきましたねまあねエリアルレーブの違う流れにも途中となりましたけどこれは、まあ、いわゆるど真ん中のストリートファイターのフォーマットで鉄もともと作る時に、まあ、これ 3D 格闘だからちょっと合わねえんじゃねえかって話あったんですけど、うん、でそうですよ。ヨーヨーと鉄拳を分析していくとですね、まあ、結構 横軸ライクな戦いが多くてですね開発チームと話をしても、まあ、ずっとストリートファイター2をやり続けて、このゲームが生まれたって話をずっと聞いてきたんで、あれこれできるかなと思って、案外とこう変化球投げなくても、こう結構正当な投げ方で、今まではストリートファイター2とか、まあ、4の流れのままで入れれるかなっていうので入れたのが、今回、ストリートファイタークロース実験で。まあ と言われるものの根底はやっぱストリートファイターですもんね深井そうですね樋口あら2だってあれがなきゃない深井そうですね元々のね樋口コマンド入力とか樋口、はい、でもそんなゲームこのねあのストリートファイターから鉄拳を作るカープコーンのさ、はい、んは口なんだろうなじゃあこれから聞こう<お>最初にやったゲーム樋これあのね先ほど里で話した時は、ね、ゲームウォッチのお話をしてくださったんですけど、えーすね、ビデオゲームとしては何が一番ビデオゲームになるとやっぱりインベーダーが最初になりますよね樋やっぱセロハンを張ったやつですよ。 で、<ー>最初は白黒だったんですよ。うん、<お>これ多分白黒のインベーダーを見てる人はどれだけいるんですかね。僕わかんないです。カラーになってから。僕はあのセロハンが貼ってあるやつ。あ,あ、第二世代ですね。<laughs> <laughs> それは。それも相当古いゲームが置いてあるところに行ってやります。<laughs> あ、なるほど。<ー>そう、だからセロハンも貼ってなかった。本当の白黒。はい<ー>。どちらかというと緑がかったディスプレイ。 えあ何人いくが、何人いく今ああ言いましたねこれ緑がかったっていうこの緑がかったがシらブさ病院とか行くと病院って結構まだ緑のディスプレイとか緑っぽいやつ見るとインベーダー思い出すっていうふうに思ったのが多分安本さんそれ僕ら上年上なので四十オーバーの世代はそれがちょっとこうドキドキするディスプレイ。ビデオゲームとしてじゃやったのはやっぱそこになっちゃう。それが最初ですよね。まあそうですよ。あとアルカロイド的なやつとかです。ブロック崩したかですもんねブロック崩しになるとカセットビジョンとかね。 ファミコンの前だ。はい。ははははははは。ピュータとかね。この辺りがちょっとときめく、ときめいてしょっとだんだん減ってきましたねこれ。大大丈夫ですかねこれ。大丈夫です。力強く手の上げている方が一人いらっしゃるので。ハマったゲームってなんですかあのちっちゃい頃っていうかある程度じゃあの中学校高校とかでいいです。ああ予測のきこり。予測か。予測予測か。きこりの予測があったかな。きこりの予測。そう。 あの、うん、もう単純なんですよ。横からイノシシが出てくるのを避けながら、あの木を切っていくだけのゲーム。<laughs> <laughs> あ、確かに木こりですね。それは。<laughs> こ、こんな単純なんだけど。テレビの中のものを、自分が動かすっていうことを。わかるわかる。これが感動。です、ね、感動なんですよ。これ L. S. I. とか。こう、ね、こう。ゲームウォッチの中にあるやつじゃなくて、テレビの中のものを動かすっていうのがもうこれ。 かなり子供心に衝撃でじゃあその選択肢が広がったファミコンっていうのはもうやばかったんじゃないですかもうやばかったですねでもこれまた僕混ぜててファミコンが出てきた頃パソコンにちょっとハマってたんですよそれ近くの電気屋にまあもう今あるかわかんないですけど電波新聞社ってとこ出してたベーシックマガジンっていうの本があってですね自分でプログラムできるんですねそれを持って行ってパソコン高くて買えないからセーブするカセットだけ持ってってですね はそれでパソコンで打ってまあお店からしたらいい迷惑でしたね買いもせずカセットだけ買ってセーブして持って帰るっていうそれをやってたたんです、ね、<laughs> <う>よ。くよく考えたらありえないだってもう普通にね学校終わってから4時ぐらいから閉店の9時ぐらいまでいましたからね。<laughs> そ,うなんかその頃それをやってたので、うん、ファミコンライバル視してたんですよでも絶対に通るじゃないですか絶対通りますねこれもう耐えられない流れが来るじゃないですか <laughs> どうやってこれやってたんだっていうので、ねまあ、やっぱ耐えきれず友達んち行きの親にねだりーのっていうまあもうこのこう黄金ルートは通ってきたわけですよねはい、はい、これ <laughs> で自分で買ったゲームで一番もうや,れやり込んだってなんですかああ信長の野望ほ<ー>もしくは三国志どっちかですねこれ光栄、うん、ラインのどっちらか これはまあ、なぜやり込んだかというとまず値段が高い高いですねー。光栄は、まあ、これこ光栄ディスってるわけじゃないですよこれ皆さんね。でも当時ファミコン <laughs> ファミコンソフトあれ元々パソコンじゃないですか。はい、それであのファミコンのちょっとでかいソフトだったじゃないですか。はいはい、はい、<laughs> だ,だから容量がいっぱい入ってるもんだと僕も思って,て<う>じゃあ高くてしょうがねえかなと思ってます。<ぜ><俺>絶対1万円超えるんですよ。うん、<laughs> ちょっとねカセットよりもちょっとでかいの。うん 普通のハイコンケカセットザーって入れるやつになるとコウ、うん、さんのソフトが入ったらビュンって出てて<う>閉まんなくなるの、二つ。<あ><う>サイズが違うカセットがあったってことですか、うん、テレビのキャビンに行うと入らなくなったけどねちょっとね、でかかったの<う>俺三国室2めっちゃ入りました 一騎打ちが楽しくて。もうね、あの、あのあたりがちょっとシステムが新しく変わり始めたきっかけの時で。まあ、この三国志信長野望も高いから。子供ながらには長く遊ばないと、親に悪いなっていう。わかる、わかる。ちょっと子供ながらの両親が、まだその頃僕にも両親っていう二文字があったので。なくなっちゃった。今は。まあ、でも、そんなやり込んだゲームが、じゃあ、三国志じゃねや、信長の野望だったとしたら。この業界を目指すきっかけになったゲームってなんですか。これまたね、僕トンチンかんのとこから入ってきてですね。どうしました。これも。 もう全く僕そっから、まあ、ゲームをやるっていうのは趣味ではあったんですけどずっとこう歩んできた学生生活はまあ、全く関係ないところずっと歩んできて,てですねずっと音楽やったりとか、うん、でまして大学なんて僕建築勉強してたりとかしてたんですね。でこのままどうしようかと就職をと、うん、その時にパッとカプコンが作曲家募集って書いてたんですよ。ええそここ作曲家とということはこれはれ趣味で飯が食えるさらに 大好ききなゲームを一日中できんじゃねえのっていうまあ、そっからも両親というのはなかったんですけどその時点でそれでは<ー>カセットテープをピュッと送ったら電話がかかってきてですね「おいちょっと面接に来てくれ」と。は<ー>面接に行ったら「あもう入ってくれ」と。<ー>というなんかもうっ作ってたんですか え何のゲームとか僕ね、ロックマンとかえー初期じゃなですよロックマンの X のシリーズだったりとかで、あと入ってきた時は僕スーパーのアレンジを僕はスパッツでやったりとか曲をあとそうです勉強不足した、全然どうしたよあとそれはあんまり言ってないですかウィキペディアではなんか誰か知らないですけど知ってて書いてたりとかするんですけどそうなんですよで、これ見てみよう後でそれで入ってきて なんかもう全くなんかこのゲームでプログラムするとか絵を描くとか企画を描くじゃなくて単純に音楽で飯食いてえなと思ってっじゃあなんでそれがゲーム作るようになっちゃったんですかそれなんですよねだから入ってから。 ちょなんか嫌なやつだったんじゃない僕ねだからゲームのこといっぱい口出してたんですよああ曲を作りつつもそ,うそうそうこうこがこうなんちゃうのとか,とかともう先輩が嫌がるわけですよもうお前うるせえと「<laughs> いやで,でもおかしいちゃいますこれは」とかっていうのを言い続けてずっとしてるとある時、まあ、当時の,その、まあ、船水さんと偉い人がいたんですけどね船水さんが「もうお前そこまで言うんだったらプロデューサーやれ」と「<laughs> えいけなり<お>スタート?」「お前やりたいんだったら」 企画書は書けるのかって僕は企画書は書けないでしょ、はい。やってもら言ってみた言ってみた、みた文句言いはできると。<laughs> <laughs> こんなも売れないっすよとかそんなは言えるからねやってみるかと。いうとこからおじゃおじゃやりますよ。へえ<ー>。それかですよ。それが何だったんですか。<ー>それがえっと一番さ初はカオスレギオンってタイトルだったんですよ。はいはい,はい、はい、でこの後もういきなりも鬼武者ですよ <laughs> それで,で、まあ、ずっとスイートファイターには携わってたんですね音楽で,ーで,ねで3まで。で3でピタッとやめてたの10年があって心の中では「格ー作りてえな」と思ってて、まあ、ちょっとずつこう大人の権力を持ち始めたので「うんうん、そろそろ言ってみるか」と「なを作らせてくれた俺に」と。 面白い。そっからですよね。そうっすよね。確かにナンバリングタイトルはね、うん、あんまりそ<う>ちょっと一回落ち、落ち着いた時出したもんね。フォーゲ出たのは。はでもうここからまあまた格ゲーに戻れて、なるほどね。ああよかったよかったもうもう僕入って入社して18年19年ぐらいなんですけど。 もうやっとまた元通りやりたかったことに戻れたっていうのが今なんですよまったくレゲエとは今離れましたからね完全に僕のあのあのの履歴書みたいないじゃあそのね今までゲーム好きでいたあの小野さんの追い立ちの中で、はい、スクエネのゲームでハマったのとか好きなのってありますこれねスクエネのゲームでハマったのは w i l っていうゲームがパソコンゲームであってわかんね <laughs> これあでもスクエネの社員も今うなずいてねえぞ誰も <laughs> <laughs> これウィルというね、これ、これスクスク,スクエアです。スクスクエアです。これ何かというと、初めて瞬きしたゲームなんですよ。ほー,ーやっ悔しい超やてえここ。これちょっとまた、あのー、こうリスナーの人では、グッと来てる人と。<laughs> もう、もうこの回聞くのやめようって切った人、どっちかですけど。<laughs> い,やい,やいいです、断然大これね、えー、すげえ。アニメーションするっていうのは。はいはいはい。千九百八十年初期の頃なんてもうなかったわけですよ。 まあせいぜい腕が動くとかだけど顔の表,情表情が動くっておいおいまばたきしたぞと<ー> <laughs> ああそうなんだこれはなんてゲームの中身パソ,パソコンゲームですゲームの中身というよりも、まあ、そのころからスクエアさんというかスクエアさんの,そのグラフィックへのこだわりっていうのがもう出てて、ね、いやこれまばたきしたっていうのはもう。 すっごい痛く、だからみんな大体こうグラフィックのこう変換器って FF7 とかね、うん、あの辺でこうドキッとするっていうやつ、うんですけど僕の最初のドキはウィルだったんですよねこ、はい,はーい面白い これでもうかなり引いてますねこれギャラリーね大丈夫ですかこれそういう話かなりアンダーグラウンドな今話ねもう今完全に有川さんついてきてませんけどねもう、うん、大丈夫ですだって俺も分からないですよ <laughs> パソコンゲームはさすがにやってなかったんですのその古い頃は俺はやっぱファミコンとかゲームウォッチファミコンに行っちゃったんでこれねこれがちょっと僕が「スクエアさんで「あ!」っと思って。 でも僕絵描かないからこの会社は関係ないなって思った瞬間でもありましたけど<ー> <laughs> でもそうですよね確かにねグラフィックの美しさはスケアはねやっぱりずっとトップランナーでいますからね。は か面白い。すみません、ちょっと話が広がりませんでしたね。全然全然。むしろそういうのが。FF7 って言い直しましょうか。ここから。大丈夫です。全然大丈夫です。新しくなっちゃった。だいぶ新しくなっちゃった。レギュラーなくなってしまいました。まあレギュの話いっぱいやってますが、まだこの話ね、あの終わらなさそうなんで、ちょっと次の話題に行きます。先ほどね、まあちょっとだいぶ前ですけどもはや。はい。イスラガー第1巻の話しましたね。はい。スローニアス2だと言いましたが、まあおのさんが今ね、プロデュースを詰めてるのはストリートファイタークロステケはい。 3月4日発売おイありがとうございますありがとうございますやってみて思ったのはあれですね鉄拳キャラを先ほどもおっしゃってましたけどもコマンド要はコマンドでキャンセルだとかそういうのがある土壌じゃないですかって書いてあってそこによう落とし込んだなと思ったんですありがとうございますうポールとか全然最初からいたかなと思ったんですこれね全く同じ話がちょうどこう鉄拳のプロデューサーの原田さんであったりとかあとそののこのゲームのディレクターの方が「おカプコンの新キャラかと思った」っていう。 だからいい面で言うと溶け込んでるうん、うん、でもちょっと怖いのは鉄拳ファンを置いててきぼりしるる可能性もあるんですよね安本さん結構スーキファイター大好きなので、うん、こう手に馴染んでるとかっていう感じがするんですけどす、ね、ちょっと今僕らがドキドキしてるのはいや鉄拳ファン大丈夫かなっていうのがだけが ちょっとだけ今発売こんなねもうあと1週間前になってドキドキしてるところなんですけどなんていうんですかね僕はでもキャラクターを使った祭りだと思ってるんでそれはそれがたまたまの土壌が「ストリートファイター」の土壌でやるっていうのだから当然システムが変わるっていうの僕は全然問題なくやってるんですよ僕鉄拳も好きで例えば僕空中歌詞が好きなんでニーナをすごい使ってるんですけどやっぱそれの空中歌詞コンボのファクターってねやっぱは減るじゃないですか 2D 角度になるとでもそれはそれだと思ったしで逆にあのワンダフルメキシカンコンボがコマンド投げになってるとか <laughs> そういったところで、ストリートファイターの中にいると、やっぱこうなるんだっていうのの面白さはありました、ね、そう鉄拳はね、コマンド全部落とし込むのすごい大変だったので、うん、まあなるべくこう抽象的な技はコマンドに落とし込むで、えー、これがどうしても欲しいっていう戦略的に欲しい、まあ、例えば、シャオユであったら、まあ正面構えと裏の構えなんですよね、この裏の構えって何かって裏のした時にはリスクがあるけど、足が速いっていう、そう,まあそういうところは、まあ、エッセンスは入れていこうっていうのは、今回はだいぶ気にはしたんですけども。シャオユは浮かしてて後ろ向いてこう それをねやりたい人はいっぱいいるはずなので <laughs> うん、うん、そういった部分はなんか再現をマーク 2D の中にしてあげたいなっていうのは。 こう気を止めて作りまししたたねなるほどだから僕は全然大丈夫でした、ねうん、むしろこれあの、まあ、別ゲームっちゃ別ゲームだけれども、うん、これはこの,どのこのキャラの中でどれが自分にしっくりきてどれをやり込もうかなと思って、うんまあ、もちろんそれータイトのキャラっていのは今まで散々ね、うん、あのフィールドでは戦ってるし、はい、いじってきてるからいじったことない要は新キャラ的な扱いもできるわけじゃないですか、うんうん、で自分が知ってる技もあるから馴染みのある技も当然あるそれをどうやっていじっていこうかなっていう楽しみで早くやりたいですねもう完全に僕が喋ること全部喋ってくれたらもうこれ終わってもいいぐらいですよね <laughs> 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 ここまで熱く <laughs> 話していただいたらもう十分ですって感じで <laughs>。 まあこのね、でもこれすごいことじゃないですかだってカプコンのゲームってほねこれ格闘ゲーマーであれば<う>このドリームマッチねこ, <laughs> これ20世紀じゃなかったですかね SNK さんとのカプコンのコラボもあったけどそれはやっぱ 2D 格闘同士ってのがあったからリアリティは結構あったんですよ、うんはい、それが 3D のキャラクターをこっちで側で遊んでみるっていうのはなかなかないですもね,、はい、ねもうこれ古い歴史を解くと西のカプコンに東のナムコって言われたことがあったんですよなんか要は技術で攻めるナムコとまあトンチだけで攻めてくる まあ大阪っぽいカコン <laughs> <laughs> でもまあよく相まみえない社風とライバル関係があった中でこの21世紀2012年ついにこう一緒の舞台に立てたっていうのはこれはもうと安本さんおっしゃるこの「祭り」っていうのにふさわしいもうタイトルかなと僕らも思ってるんですけどこのまあコラボゲームじゃないですか、はい。 このコラボゲームがあるからちょっとカプコンの偉い人に聞いてみようと思うんですけど <laughs>、えっと、ストリートファイタークロススクエニクスはいつ出ますか <laughs> あこれねディシディアの概念をカプコンに作らせてくれと<ー>ディシデ,ディアの34はナンバリングはスクエニクス作っていくべきだと思うんですけど僕に EX とかうん、うん、<laughs> 何かダッシュとか <laughs> いやあのスーパー作らせてくれないかとカプコンバンさせていいですよ。 いやいいですかいいですよいいですかでそういう u n i にでいいじゃないですかくくりも別にあの FF <あ>だけでくくらなくてもキングスライムが混ざってもいいですよああなるメタルスライム登場とかめっちゃ強そうですよね全然混ざそうねんっていう,う <laughs> これどうですかねスクエニさんちょっと企画書上げてもらえませんか <laughs> でもね格ゲーでいろんなキャラクターはもちろんディシジアもあるし、はい、ディシジアが出てくれたおかげで俺いろんな可能性をまた感じたんですよ。そうなんですよって思ってるユ,ユーザーはいっぱいいると思うんですよ、ね。あれ作るんだったらうちに発注してよと思って外,中 <laughs> 外中でもやるのにと思いやキャラがねやっぱスケーターもキャラ多いじゃないですか、うん、持ってるキャラが。しかもみんな個性とか あの技とか雰囲気とか作りやすいんですよすごく。だからああもうこ,こ,こ,こいつこ,あこいつこうやって歩けてるのになとか思いながら。 何かあったらぜひ,ぜひみんな双方の会社が協力してくれるとユーザーは喜ぶよっていうふんわりした意見でまとめておきたいと思います <laughs> はい <laughs>。そんな小野さんが頑張って作ってくださったストリートファイタークロス鉄拳、はい、ぜひね皆さん遊んでみてくださいはい、はい、ではこちらで告知の方させていただきますプレイステーション3 XBOX360 用ソフト<お>ストリートファイタークロス鉄拳は3月8日発売通常版希望小売価格は6990<お>円です安い そして e カプコを購入するとコマンド表もついてきます<っ>オリジナルサウンドトラックキャラクターアートコレクションもついた。 豪華コレクターズパッケージもありますこちらは円ですいそう浦沢さんってねチュンリーのコスプレ昔やってた子なんですけどねちょっと30超えてからですもうやめてあげてそうそして先ほどお話ししたハイスコアガール第1巻発売記念イベントの開催が決定しましたなんと「ストリートファイタークロス鉄拳」とのコラボイベントですこれすごいね はいそして第1回「この中で一番スト2が強いのは俺だ選手権」うん、と名付けてありまして3月10日火曜午後2時から場所は秋葉原ゲーマーマズ本店8階となっております、はい、ハイスコアガール作者の押切蓮け先生をはじめ、うん、各界の著名人たちによるスト2勝ち抜きトーナメントを開催、はい、イベントに参加してくださったお客様にはこの熱い戦いの目撃者になっていただきますと、うん、のことです はいまたイベント会場では3月8日に発売する「ストリートファイタークロス鉄拳」の私有台も設置、うん、こちらはイベントに参加できない方でもプレイすることができます詳しい情報はアニブロホームページをご覧くださいさあさあさあ小野さんまだまだなんか言い足りないことがあったから言っててくださいこれ3月1日ですね皆さんね聞いてるのそうです、はいあさって 3月3日、はい、品川で「はい、ストリートファイター4アーケードエション」の全国大会が行われるんですね来たこれ<ー>超見に来て <laughs> はいでもうもちろん海外勢で格闘ゲームの皆さんだったら知っている梅原筆頭のこのマッドキャッツ軍団、うんえー、登場しますでさらにここに最新版って、うんはい、いうかもう最後のバージョンのもう製品版と全く同じのストクロが出展されますんでプ、うん、プレイアブル完全おはい。おお これぜひ触りに来ていただければなと。遊んでみると、またね、あ皆さん、イメージと変わってるかもしれないし、多分でも、そのイメージよりはいいと思いますよ、本当に、やってみた方が楽しい、ね、これをぜひ楽しみにしていただいて、でもしこれ聞いてる方は、いや、もう格ゲー関係ないしな、俺、もう子供をまたあやさないといけないなっていう、40歳超えたお父さんの方 <laughs> なんとこれ、えー、ソニーコンピューターエンターテインメントから、トロとクロがやってきます。 おこれなぜかというとプレイステーション版にはですね、はい、トロとクロが参戦してるのでこれそれもいじりましたあの技をあのキャラの技を使うんで、はい、<laughs> トロがあの技を使って黒があの技を使って。<が> こういうこういうこと,で <laughs> とこうなる <laughs> ちょっとこれ言っちゃいけないからこういう感じでやるけどそうそれがやってきますんで今、はい、今ねこう携帯模写でやったことをちょっと実はラジオの方見ない,<う>見ないですよ <laughs> これをぜひ見ていただければなと思ってますありがとうございますさあさあさあじゃあいろんな情報がありますが皆さん、はい、あの忘れずに、えー、いてくださいね3月3日には品川でスーパースリートファイターフの全世界大会はい そして、3月10日にはあの秋葉原ゲーマーズ本店8階の方で、えー「ストリートファイター2の第、はい、1>, <laughs> 1回この中で一番ストツーが強いのが終わ選手権、はい、こちらはあれですからねあ,のあくまで灰皿がある一巻の発売イベントですからね、はいはい、こちらの方よろしくお願いいたしますさあさあさあカプコンの小野プロデューサー、はい、ありがとうございましたおスクエア・エニックスチャンネル ででではここススククエエアエニックスからのお知らの知せですまずはゲーム情報ファイナルファンタジーシリーズ初の音楽ゲーム Nintendo3DS 用ソフトシアトリズムファイナルファンタジーが好評発売中ですファイナルファンタジーの人気曲を網羅しバトルシーンやムービーシーン共に楽しめる音楽ゲーム音ゲーとしても超熱いのですがさらに熱いのがキャラクターカードのこれかゲーム内で集められるカードは全部で81種類 同じキャラにノーマルキラースペキラーなどグレードが3種類もありレアなものほど豪華なんですよ。全種類コンプリート目指すのも楽しそうですね。ほいさらにさらにダウンロードコンテンツの情報をご紹介。 シアトリズムのゲーム内に収録されていないファイナルファンタジーのナンバリングタイトルからの楽曲が今後配信される予定です第1弾としてファイナルファンタジーシリーズ人気曲の中から8曲を配信中そのねこの後もですね2、3週間ごとに楽曲の追加が予定されていますなおこの追加コンテンツは有料サービスとなります購入の方法や配信される楽曲今後の予定など詳しい情報はシアトリズムの公式サイトや任天堂の公式サイトなどで確認してくださいで今説明しましたこの追加コンテンツ有料の追 コンテンツなんですけれども3月7日あともうちょっとですね3月7日までの期間限定で1曲150円のところ一1曲100円と割り引いて販売しておりますこれらの追加コンテンツはシアルトリズムファイナルファンタジーのタイトル画面から楽曲を購入をタッチすることで購入できますでもってですね、まあ、先週も言いましたけれどもスクエアエニックス第一制作部 PR がですね Twitter をやっておりましてそのファースト PD アンダーバー PR ファーストあの1 文文文字字字ででで ST 大大 PD PR アンダーバーバこのツイッターのアカウントです、ね、で,ですねいろんな情報をさらに配信してみますしこれかの何て言うんですかねあれ鍵と言いますかそれを入れるとさらに増えるよみたいなのもばらまいておりますのでぜひそちらの方も皆さん見てくださいはいそして現在大好評発売中の PSPPS ビ PS 対応ソフト「ロード・オブ・アポカリプス」体験版の第2弾「ロードのいざないが」 現在配信されていますこの体験版は PSP と p s v i t a どちらでも遊べますが p s v i t a 版は今回が初の体験版配信となるんです p s v i t a をお持ちの方は要チェックです気になるその体験版の内容は去年の終わりに配信された体験版第1弾とは内容が違っておりますそして PSP 版で体験版を遊ぶとセーブデータが製品版に引き継げるんです データの引き継ぎをしたい方はぜひ PSP 版でプレイしてください体験版についての詳しい情報は「ロード・オブ・アポカリプス」公式サイトをチェックしてみてくださいねはい続いては出版情報です先週今週と話題に上がりました「ビッグガンガンコミックスハイスコアガール」第1巻が好評発売中ですそんでもって最後はアニメ情報です「犬ボクシークレットサービス」「男子高校生の日常」「リンネのラグランジェ」 ギルティークラウンが好評放送中ですそして4月からは「タソガラ乙女アムネジア」が放送スタートコミックス第6巻は3月22日の発売です詳しい放送情報はアニメ公式サイトをご確認ください以上スクエニちゃんからのお知らせちゃんでしたスクエニちゃん はい、えーねハイカロリーな放送が続いております「<laughs> スクエいニックズチャンネル」でございますが第22回の配信もそろそろエンディングでございます 2>, <laughs> 2週続けてねカプコンさんといろんなお話をしていきましたがやっぱ根底にあるゲームは ああのまあ、小野さんだけちょっと違いましたけど小 <laughs> 花がだかやっぱ「ストリートバイト2」であったりとか「ドラゴンクエスト」であったりとかやっぱりど真ん中のゲームをみんなやってるんだなってことが分かって、うん、そ,うそういうのを愛してずっと作ってた人が今あるゲームを作ってるんだなと思うと何かね同じゲームをずっとやってた人間からすると変に感慨深いものがあった。多分 そういうこと西,の西とか、はい、アリガンとかの世代の人たちが大人になっていくと昔やったゲームなんですかってったら多分ポケモンだとかみんな言うわけですよ。みんながやってたゲームっていうのをやって愛してずっとやってた人たちがいろんなゲームを作っていくってことがね分かって素敵な素敵な2週間でした僕は,はあなた方はずっとポカンでしたけど口開いてましたもんね。口お話ささせてサーセン <laughs> さあ そうと先ほどね、あの嵐のように現れ、嵐のように去っていた小野さんでございますがえ、ハイスコアガール第1巻にですね、3位を入れてくれました。えー、っと、<laughs> スクエニックスの漫画にカプコンさんの3位が入っております。「波動拳って書いてある。<laughs> やったね <laughs> ではまあね、<laughs> ハイスコアガールはソリドファイターのお話もね、いじってますから、それはね、ありがたいコラボレーションでございますが、その小野さんの3位入り、こちら、うん、あの小野さんの3位入りのハイスコアガール第1巻、こちら、なんと1名様にプレゼントいたします。ゴ応の方はですね、スクエアエニックスのメンバーの専用ホームからお願いいたします。と これね大事な話をちゃんと言ってから大事ですね締めていきたいんですけども大事な話かどうかわかんないんですけど今回のおまけ動画はこれ俺読まなきゃいけないの読んでください嫌です読んでください自分で読んだよ今回のおまけ動画はなんとおまけ動画限定のプレゼントをゲットしましたドラクエ関連のものだそう大事じゃねえかよおまけ動画でそれ出すのなんでも西アスカがジャパネットふん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 に紹介しているんだとか だとかぜひチャックしてみてくださいジャパネットハァハ風にジャパネットハホハできたちゃんとあの声かん高い感じだったちゃんとかん高い感じは頑張ったんですけどもう本当に完成した動画見るのが怖くてうん、うん、そんなものを提供しちゃったのか <laughs> えこれミ一人 <laughs> いや私とアリカちゃん、ね、いはい私もアシスタントのお姉さんの役として、うん、<く>ちゃんとちゃんとできた なんかでもお姉さんっていつもこう説明してリアクションを取るだけだったので西、うん、ちゃんにすべて丸投げでごめんって思いながら微笑ましく横で見ている係ですそっか <laughs> どうしたのは西だけかなでもヘラヘラしてたよね私たち <laughs> 一緒にニコニコヘラ,ヘラしてたねニコニコはいいけどヘラヘラはダメ <laughs> <laughs> <で>いや,やってて面白くて笑っちゃいダメだよちゃんとして仕事でしょ。<laughs> はい、ちゃんとしてください,、はい。そんなニコヘラ動画もお送りしている「すくえにちゃん」では、えー、と皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーもたくさんありますのでぜひぜひ送ってくださいね。メールアドレスは se-chan-onsen.ag です。繰り返します たくさんのメールお待ちしています。はい,いというわけで今回はここまで。次回の配信は3月の8日、えー、ゲストがいらっしゃいます。はい次回はですね鋼の錬金術師を大特集。<ー>なぜならばブルーレイが出たから。<ー>ブルーレイブルーレイミロミロスのブルーレイが出たから。でもっとゲストはパクルビさん。おお豪華ー。いやハイカロリーな番週週はですねまだ続くようです。<ー> <laughs> その中で来週もお楽しみに、えー、ここまでのお相手ははいアシスタントちゃん有川ちり今回の出番はエンディングだけそんなことないよえ大丈夫大丈夫 <laughs> 大丈夫だよおまけ動画あるじゃんあ,あそか、えっか、と、来週は頑張りますお手伝いちゃんの西飛鳥とはいパーソナリティは安本ひろぎでしたそれでは皆さん次回のスクエニちゃんまでさよならちゃんこの番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました